人と人との結びつきなくして希望の光は生まれません。これから登場する J ライトの隊員たちは誰よりも強くその絆を感じています。打ち手のそのほとんどが3月11日の発災以降、長きにわたり被災地での復興活動に従事してきました。そして希望の光が差すとき、それは人のつながり、助け合いが原点であることを再確認したのです。魂のつながり、連鎖する思い、熱き鼓動が深い絆で共鳴します。